本日のモノログ135mm でスナップ。はい、ということで本日は 135mm でスナップを撮っていきたいと思います。っていうのもですね、イルコさんの動画を見てからずっと気になっていた中一光学の 135mm F2.8II クリエイターかな、入手しましたんで、こちらで基本これはね、やっぱねポートレートを撮るレンズかなと思うんですけど、僕これでスナップ撮っていくからマジで。はいはい、でこちらなかなかの重みがありまして、マウントアダプターかましてるんで、レンズが確か 200g ぐらいで、アダプター 240 なので 440rp が 485 なんで、なんぼだ900近くいってんのか、 900g ということでスナップには全然向きません。しかしこれでしか撮れない絵っていうのがありますから、僕はこれでねいろいろスナップを撮っていきたいわけ。もちろんねポートレートでも使えるんですけど、むしろポートレートレンズですよね。でなぜこれを買ったかっていうとですよ、要するに僕がよく使ってるさ、シグマの 85mm あるじゃないですか、 F1.4 あれを使った時にやっぱね焦点距離長いのっていいなって思って、その前から気になってたんですよ、この 135mm。 ただどうなんやろみたいな、そんな頻繁にポートレート撮らんしってことだったんですけど、ちょっとこれで物撮りやっちゃおうよと。しかも YouTube 上に、まあ古いレンズなんですよ、全然新しいレンズじゃないんですけど、全然 YouTube 上にね情報がないの、誰もやってないので、やったらいいやんってことで僕がやります。イルコさんぐらいじゃない、めっちゃいいって言ってんの。まあ今言ってるかわかんないですけど、それも結構古い動画だと思うんですけど、で軽くね試し撮りした感じやっぱいいんですよ、独特の感じなんで、今日はそれで安定のね、結局グリーンスプリングスっていうところでパシパシスナップ撮っていきたいと思います。じゃあ移動です。はい、ということでいきなりここにね、これなんだ、なんかバラみたいな、なんかよくわかんないけど綺麗なやつポツンって咲いてるんで、こいつを135で最短撮影距離 1.5m なんで結構離れて撮っていきたいと思います。やっぱこっちにします。はい、こんな感じになりました。描写的にはね全然悪くないかなと思うんですよね。せっかく135なんで、このね焦点距離を生かして圧縮効果とボケ感ですよね、なんかそれをちょっと撮っていきたいかなと思います。まあ、確かに重さ的にも焦点距離的にも、スナップでね持ち歩くって感じのレンズではないと思うんですけど、なんかもう見慣れてきたよねもうね。あ、もういつもグリーンスプリングス着てるからよくないよ、その1個の場所にとどまるのは、いろんなとこ行かないと。モノログ24コマから60コマになりまして、非常に滑らかになりましたので、このパンがね生きてくるってことで、やたらパンを多用しております。はい、これあるじゃないですか、これちょっとまあ見頃というか、なんか元気ではないんですけど、ちょっと135を使ってね前ボケ入れたり圧縮入れたりで、ちょっと彼か彼女か分かんない狙ってみようと思います。はい、どうでしょう、すごく良くないですか、手前しっかりボケつつ、なんだろうこの感じ、これはね135の力な気がするんすよね、めっちゃいい気がする。こういう感じでいろいろ撮っていきたいと思います。まだ夕方なってないんですけども、ちょっとねイルミネーションっていうかライトアップも始まってますね。こういう感じになっております。こんなちっちゃいの狙えるかな、135で。これめっちゃちっちゃいんですけど、これぐらいなんで、ほんと親指の爪ぐらいいけるかな。はい、若干水平甘いですけどいけましたね。いいっすねボケの感じとさ、ピントもしっかり食えばいい写りしますね。まあ、普通の看板取ってみたんですけどね、圧縮効果もやっぱすごいっすよね、いい感じで。こちら逆光っすね、逆光もまあ悪くないかな、いい感じだと思います。じゃあこの道からピョーンってね飛び出してるこの子を撮ってみたいと思います。やっぱ独特の写りしますよね、いい感じだと思います。やっぱ撮ってて楽しいんで、そういうテンションの上がるレンズっていうのが大事なんですよ。でこれ見てください、これね、いい感じでフレア入りつつ、このなんか本読んでんのかな、なんかよくわかんないですけど、ちょっとがっつり後ろ姿だったんで、ちょっと声かけて許可いただいて、これ載せております。もうすごいなんか変な嫌な目で見られましたけど、ご協力ありがとうございます。
この圧縮感もね、お見せできたし、ボケ感もそうっすよね。最後にこうがっつりちょっと外観を見せつつね、かっこいいっすよね。これなんかフードがねついてんだよね、なんかこうやってかっこいい。でもちょっとアダプターをつけないとね、かませないと、これ EF 用なんでしないといけないんで、ちょっと重くなっちゃうんですけど、それを気にさせないね、描写というか、まあ映りがあるので、まあどんどん使っていきたいと思います。それじゃあまたね、この中一光学 135mm 使った動画もどんどん上げていきますんで、よかったと思ったら、高評価、それからチャンネル登録もお願いします。それじゃあまた次回ということで、以上です。